全国1000万のプロレスファンの皆さんそして深夜ラジオファンの皆さんこんばんは清野茂樹です一応二二ラジオ日本真夜中のハーリーレイスこの番組は毎週様々なジャンルからゲストをお招きしましてマット会で最も権威のあるあの NWA のベルトをかけてタイトルマッチを繰り広げるトーク番組でありますが今夜はいつもとちょっと様子が違います新春スペシャルレッスルキングダム高野祭と題しまして客席で全て見ていた キャプテン・ノア選手をお迎えしまして東京アザブダイのスタジオからお届けしてまいりますのでどうぞ最後までお付き合いくださいさてキャプテン・ノア選手はもう第一試合の前からずっと見てたわけですよねもうあのジャローさんがあのロイヤルラム出たから、はい、それと一緒にずっとくっついてたからもう控え捨てでずっと張り込んでましたねあじゃあもう本当ね あのニュージャパンランボー、ニュージャパンランボー、ーンンボーはい、優勝本当におめでとうございます。いや僕じゃないですよ、ジャドーさん。ジャドーさんおめでとうございます。さ、ね、あ <laughs> もうだってこれジャドーさんにとってはもう最高のねみたいですね。瞬間と言いますか、クライマックス感無料だったんじゃないですかね。でしょうね。はい、そのあたりじゃあちょっと後で伺いますけど、ちなみにキャプテンノアさんはものの風なんですか。ものの風ですね。えっと誰推しとかあるんですか。も,もちろん有安桃スモモですね。 そこも一緒なんですね好みの味付けも同じ。はい、はいじゃあ喜びもねそのあたりもよくご存知だと思いますし共感していることだと思います。じゃあ今日はですね番組のメールテーマは「レッスルキングダムで一番心が動かされた瞬間」これテーマにいってみたいと思います。第0試合から第9試合まで、まあ、いろんな瞬間がありました試合がありました。まああるいはですね試合以外のことでも結構です。この瞬間が一番グッときた この瞬間が一番もうたまらなかったという瞬間書いてメールでどんどん送ってくださいなるべくご紹介したいと思います送ってくださった方の中から抽選でいや抽選じゃない一名様にキャプテンのあの T シャツをプレゼントいたしますそうなんですかはいっていうか提供してくださるんですはい、はい、ありがとうございます本当はねあのももクロのメンバーにねサイン書いてもらったマスクをあげようかなと思って、ね、<お>これ家宝なんでええ さすがに、はい、どこの誰とも知らないリスナーにはあげられないとでもこれあれなんですよあの邪道さんに邪道さんがももクロちゃんのメンバーと会うっていうんで、ええ、サイン頼んだんですよはい、はい、そしたら「邪道さんへ」って書かれちゃってあ<ら>マスクに「あ<ら>キャプテンノアさんへ」じゃないんですよねそっか、はい、間違えちゃったんですね桃香がだからそのお願いしたのが邪道さんだからそうですああ<ー>、はい じゃちょっとコミスしましたかぶれないんじゃないですかこのマスクいや普通にかぶってますか普通にサイン会でかぶってますけど正体バレバレじゃないですかバレバレですねねえバレてないですよ僕邪道じゃないですかそうですねえとにかくですねモノノフの方リクエストしてもらっても結構ですモノノフの方も今日結構聞いてらっしゃる可能性です本当に可能性はありますこんな夜中に多分今まだモモクロちゃん始まってないんで始まったらみんな 決勝じゃないですか、ね。あっちに流れていっちゃうん、ね。大丈夫ですか。どうでしょうか。えー、リクエストしてください。桃色クローバー Z のこんな曲を聴きたいというのがあったら、思い入れなんかもね、書いて送っていただきましょう。もののふの方はリクエストもしてもらった結構です。番組のメッセージテーマはレッスルキングダムで。一番心が動かされた瞬間、これでいきましょう。どんどんお送りください。メールの宛先はいつもと同じ。N. W. A. アットマーク J. O. R. F. ドット C. O. ドット J. P.。それではたくさんのご応募お待ちしております。ではキャプテンノアさん、今日の一曲目、まずいきたいんです。 けどもモモクロの曲でチョイスしてくれましたよねいいっすかはい。今日の一曲目はドリフのずんどこぶしですそんな曲ないっつっありませんそんな曲はモモイロクローバー z んで、はい、猛烈宇宙公共曲ダイナ学賞無限の愛です 今日の一曲目はモモイルクローバー Z 猛烈宇宙交響曲第七楽章無限の愛でございますこの曲でスタートですこれはキャプテン・ノアさんの選曲ということで、はい、一番大好きな曲ですこれ一番なんですか一番ですねその理由は何でしょうか理由ですかはいモモクロ好きなのに理由なんかないっすよ <laughs> なんか今はぐらかしてませんか <laughs> い,いやもう全部が全部が踊り踊りとかも含めて全部好きですああ。振り付けなんかも振り付けいいっすねこのあー、はい あ確かにねライブで五人全員くるくる回るとか一番いいんですよ。ああ<ー>、はい、やっぱよくご覧になってますね。はい、ちなみにキャプテンノアさんはライブ会場行った時はどんな感じで見てるんですか。もう普通にサーリーム振って普通のモノノフと一緒ですよ。踊ってらっしゃるんですか。おいや腰が痛いんでちょっと踊る <laughs> 踊れない時もありますけどね。<laughs> そこはちょっと職業病的なところもね、はい、ありつつという感じです職業病を抱えてるんで。抱えてるんね。はい さて、早速ですが来てますよ、ラジオネーム所沢にお住まいのシルバー・ウィリアムズさんからですね、えー、キャプテンノア選手、清野さん、スタッフの皆さん、こんばんは、明けましておめでとうございますと、秋吉庄司、クーリー庄司、クーリー・クラッシュ庄司と来て、もう終わりと思っていましたが、まさか新しいリングネームが聞けるとは。なん何のことだか全然わかんないですね。わかすかねえー、しかし、ノア選手の名優、邪道選手がロイヤルランブル優勝しましたね、おめでとうございます。 モモクロアリさんと邪道選手のコスチュームのコラボデザインはすごく美しく両者ともすごく似合っていて感動でした。ああ<ー>来ましたよ。コスチューム一緒でしたねそういえば。ああモモクロちゃんのスタイリストの米さんが作ってくれましたからね。はいはい、これはもう特注したわけですか。特注ですね。生地からもう特注ですよ。ええあの生地はもうないんですよ。これはなんかオーダーする上で注文したんですかこういう感じにしてほしい。いやもう全部お任せだったらしいですよ。うん<ー>はい。 なんか結構模様入ってましたね模様入ってましたねあれなんかどんな模様だったんですかね、まあ、ドクロとかクモの巣みたいな、はい、あとモモカっていうネームが入ってたりあ<ー>僕のあと黒い部分にあのもののフって感じで書いてありましたねで有谷さん入場の時マスクかぶってましたねマスクかぶってましたね<ー><ー>あれもじゃあ同じスタイリストの米さんがあれはまた違うところですよく似合ってましたね,でもねマスク似合う でしたよね全然違和感なかったですはいええあれは言っちみたいでしたよねですよねえちょっとそのそもそもこう入場の前の様子なんかも教えてほしいんですけどキャプテンのおさん聞きたいんすかはいみんな多分多分聞きたいと思います言っちゃっていいんすかそういうのいや言える範囲でぜひお願いしますあ何でも聞いてくださいそうなったらいやだってまずびっくりしたのがニュージャパン乱暴は全員あのベンチから登場じゃないですかはい 曲がなって邪道、はい、さんだけセンターステージから入場でしたよねそこはもう桃子と邪道さんが持ってきますそこはあれはありだったんですかあれは全然ありじゃないですかありなんですか全然ありですよそんなだってねあのキングハクもみんなベンチグレード歌舞伎も歌舞伎も藤原義明も <laughs> 星中志郎もみんなベンチから出てベンチから出ててのに、ええ、しかもあの1.4の、はい レスラーの中で一番最初に歩きましたからね。そうだ。はい。一番乗りじゃないですか。一番乗りなんですよ。そんなことが許されていいんですねこれは。大丈夫です。うわあ。それより何もあれですよ。<っ>東京ドームっていう会場でオーバーチェアが流れたの初めてらしいですよ。あ、そうか。はい。 これまでだって桃色クローバー Z としてはコンサートやってませんもんやってないですよキッスの時も流れてないらしいですよじゃあ初めて歴史を作ったんですよ入場曲は何か相談したんですかどういうふうにしようみたいないやなんかあの向こうサイドの方から入場曲何でもいいですよって言われたんでジャドさんが選んだらしいですよ出るんだったらこれじゃねえのかってオーバーチュアで出るんだったらオーバーチュアで出るぞとでなおかつ途中から変えようとはい曲が 1分何秒しかないんで花道歩くにはちょっと短すぎるぞみたいな感じではいはい有安、えー、さんは今回その何をやるかっていうところが当日まで明かされなかったんですがそうですねええー、まあ桃佳も全然分かってなかったですからね当日まではい何も僕横で聞いてて「ジャロさん私一体何やればいいの?」ってずっと聞いてましたからねああじゃあ何も知らされずに本当に来たんですね、はい、したらジャ l さん桃佳に言ってましたよええー、それはな、はい ポールエラリングみたいなことすればいいんだよって言ってましたね。ポールエラリング分かってなかったですそりゃそうですよ。そりゃプロレスファンでも知らない人いっぱいいますよ。そしたら川上さん言ってましたよ。ラリーシャープみたいなことしようって言ってました。それも分かってなかった。さらに載せてきますか。ラリーシャープって誰っつってましたから。もっと難しいと思いますよ。まあ最終的には将軍 KY 若松ぐらい言ってくれればよかったんですけどはいはいはい。いいよ。 でも、もう,もうアリアさん全然ピンときませんよね。ピンときてなかったですね。で、どうするんですか。でも、それピンときてない状態で。もうずーっとどうしよう、どうしようって、すごい緊張してましたね。すごい緊張してましたよ。いやだと思いますよ。はい、だって、ねえ。アウェイじゃないですか。で、で、ジャドさんが横で言ってたんですよ。はい、アウェイでも、ちゃんとあの、モノノフのみんなとか来てるから、大丈夫よって。 そうかな大丈夫かな怖いな怖いな嫌だなってこう稲順島になってたんですけどでもまあ曲が鳴っておばーちェアの曲が鳴ってあのジャローさんとモモカでちょっと客席見たんですよいしたら緑のサイリンも振ってる人がいっぱいいたんでそれでちょっと安心したんじゃないですかねああこれいけるとでも出た瞬間もうそんなの美人も見せないような感じで全然緊張してる感なかったですね でもバックスイッチはすごかったですよ緊張感が。へえ。ジャドーさんは全然緊張してないんですけどね。まあまあジャドーさんはホームですからね。はい。でもあれじゃないですかその振付とかああいう練習っていうのはどうされたんですか。いやなんぶつけ本番ですよ。ええ。すごいです。デタたこ勝負ですよ。いき合ってたじゃないですか。本当ですか。ええ。僕じゃないですけどね。有安さん。有安さん。であのグレイシートレイン的なこう動きっていうのは。モンゴロトレインですか。モンゴロトレイン。 あれはジャドさんのアアイディアじゃないでもまあ入場の瞬間ですごく蛇童さん楽しかったんじゃないですかね蛇童さんは蛇童さんはそうですねまさかだってオーバーチュアでモカと一緒に入場できるとは思わないですからね、うん、モ,モクロのメンバーになった心境ですもんねそれだからクライマックスが来るわけですね入場で来ましたねでリング入ると、はい、そしたら思いのほか人が少なくていやあのリングサイドまで行ったら行って見上げたらしいですよ リングをしたら二人しかいないんでずっこけたらしいです。小島シロウさんと、そんだけかよみたいな。田口龍介さんと、普通のスリーウェイマッチですよね。だから。スリーウェイマッチですね。ただのスリーウェイマッチなったという。で、アリさんが初めこうリングに上がろうとしたじゃないですか。あらなんて言ってたんですか。なんか会話してたように。私に任せろって言ってたみたいですね。私が行くからって。あら、数分前まで何をやっていいかわからないって言ってた人が。そうですね。やっぱスイッチ入るんですね。スイッチ入っちゃいましたね。 でそれはやっぱさすに危険だとそれは危険だからちょっとも,もかをちゃんと下ろして、うん、じゃ背中をバチンと叩かれて「うん、行ってこい」はい「行ってこいじゃの」って言われたらしいですよ。おでもますますこれ気合が注入されてそうです、ね、リングに入りましたと、はい、そしたら 3A マッチが始まって結、はい、攻撃ですよあまずで割と早い段階ででもねお引っパータッでボコボコやられましたけどあすぐですよ <laughs> 何にもやってないちからボコボコやられちゃって、たまんないですよ本当に <laughs>。でもすごいこしらかさんが消えましたね。ああ消えましたね。ね誤爆を誘ったんで、誘って、はい、でもう一対一じゃないですか。したらもうこっちのもんですよ。<laughs> もうシングルマッチじゃないですか。はい、あれ早かったですね。百戦百戦連馬ですからこっちは。でまあまあタクさんがちょっとこれチャンスが来て、はい、田口さんが引っ張ったく狙いに来るかなと、い。うところで、はい、もうジャドさんだってロープを下げただけですもんね。 それを言っちゃうおしまいですよ。<laughs> めちゃめちゃ効率いいですよね。省エネですね。省エネ。汗一つかかなかったですから、ね。<laughs> まあちょうどよかったですね。入場でね、パワー使ってたから。そうですね。えー、はい。えーっとこの。出落ちじゃないですからね。出落ちじゃないっていう相当長文で来てますよ。渋谷区にお住まいのこの方女性ですかね。ラジオネームトゲオアガマさん。変わった名前ですね。そうですね。えーっと清野さんキャプテンノア選手。こんばんは。こんばんは。 レッスルキングダム 10in 東京ドームにキャプテンノア選手のお友達のジャドー選手と有ア安ア桃佳さんを応援しに行ってきましたオーバーチャーが流れ花道に登場したジャドー選手と桃佳さんすごくかっこよかったです2人がトレインをしながら花道を進む中桃佳さんは明るい表情で会場の雰囲気を楽しんでいるようでしたがその後ろのジャドー選手がとても複雑そうな表情で笑っていました 野ャ選手が腰中選手と田口選手に引っ張ったくの集中砲火を浴びフォールされた時は絶対に桃香さんの前で負けてほしくなかったので思わず立てと叫んでしまいました立つんだジョーみたいですね <laughs> 女性ですよこの方田口選手を場外失格に追い込み野ャ選手の勝利が確定した瞬間桃香さんは一瞬状況を飲み込めていないようでしたが <laughs> 多分ねどうやったら勝つか分かってなかったと思うんですよね <laughs> まあそうかもしれないですね、はい、普通の番プロセスだったら片付けて三つとかはいはい 関節技でギブアップとかレフリーが一生じあるんですけど、ええ、あれは外に出したら勝ちっていう特別ルールが採用されてたんでオーバーザトップループの、はいうん、ねそうですもんね邪道、えー、選手が勝ったと分かると顔をほころばせてリングに駆け寄っていました祝福のコメントの後の桃佳さんの告知があまりにもかみかみでちょっとこけそうになりましたがお姫様雑っこをしながらカメラに答える邪道選手が嬉しそうで応援しに行ってよかったなと思いましたハッピーエンドじゃないですかこの瞬間が一番 のハッピーエンドですよイベントのオープニングにしてハッピーエンドが来たもうその人に T シャツあげたいぐらいですねあもう決定にしますじゃあちょっと暫定この暫定王暫定王、ええ、このこれ以上のものが来たらじゃあまたねはい、はいはい、じゃあ今暫定これ以上あのキャプテンのあの心をくすぐる人がいたらあげますよおということで、はい、今のところね、えー、この方暫定でございますこの方ちなみに東京ドーム2階席のから緑のペンライトを振って声援を送りましたますます暫定ですよですねしかもこの後 あとからアリーナにいる清野さんも発見したのでペンライトを振っておきました。それはいらないんや。えー、これますます。なんか余計なこと書いちゃって。余計これ。これ余計なんですかいや、素晴らしいでもね。本当に。じゃあ、とりあえずこの方はね。暫定でございますけども。続いて、えー、と、この方いきますか。横浜にお住まいです。ラジオネーム、ケイタロウさんです。男性の方です。レッスルキングダムで一番印象に残ったのは AJ スタイルズ対中村慎介です。なんだか世界最高峰がここにあるんだなと思いました。あ<ー>どうですか そうですね実に素晴らしい試合でしたね。中村あの初対決っていうところでちょっとこう開けてみないと分からない的なところもありましたがそしたらどんなものが出てくるか分からないものを開けたんだけどそれ以上のもの出てきましたね。でも AJ って、まあ、中村選手もそうですけど AJ は結構誰とやってもいい試合をするっていうそういう評価名勝部製造機ですねですよね。だから まあ、レスラーとしてのクオリティ高いんですよ。中村俊助もそうじゃないですか。だからそれがやっぱり交わっちゃったら、ええ、下手な試合になるかもしんないし、ええ、大凡戦になるかもしんなかったですけどそれをひっくり返して、はい、すごい試合になりましたね三振かホームランってことですか、はい、ちょっとベストトバウトのね これも一つと言ってもそうですね。いいですよね,ですね。今年のベストバウトかもしれないですよ。中村選手本当東京ドームではまず外さないというか外さないですね。桜庭選伊部一選ここ数年本当素晴らしいですもんね。残心ならないですよね。ならない打率かなり高いですもん、ね。高いですね。さあ和歌山から来ましたよ。和歌山,和歌山で聞けんですか？聞ける<れ>ラジコで聞きます。へえ<ー>すごいですね。はい。 早く寝ろって言うんですよね <laughs> なせっかく聞いてくださってるんですから、はいえー、宮野さんからですね男性の方ですよ自分が一番心が震えたのはメインの終盤岡田選手がレインメーカーを張り手で返されるも棚橋選手のリストを握ったまま離さなかったその瞬間ですあのレインメーカーカ<ー>、はいえー、中継でもアップになっていましたがあそこは心震えましたそこからのレインメーカーに連発本当に素晴らしいメインイベントでしたと書いてますねあ,あれもいい試合でしたね,ね 心震えましたよ。三十五分。あ、三十五分行ったんですか。行きました。<ー>毎回三十分超えるんですよね。そうですね、はい。どうでした？あのキャプテンノーア的にはセミと比較して。いやまた味が全然違うじゃないですか。うん、シチュエーションも違うし。はい、中村と AJ は初対決で、棚橋、岡田はやっぱり去年とかも、うん、もう何回かやってるし、G1、はい、の時とかもなんかあるし、そういうのが。はい。はい そういうシチュエーションの違いでやっぱ見る人も感覚が違うんじゃないですかねあ<ー>。はい。まあちょっと両方ともやっぱりいい試合、いい試合、ですよね。はい、これちょっとベストバウト一つ選ぶとしたらキャプテンのア的にはどうですか。そうですね。やっぱり大ゼロ試合ですかね。あやっぱりそうですか。はい、まあねお友達が出てますからね。はい。はいえっ、ー、とこの宮野さんからリクエストをいただいておりまして、ご運。ご運。はい、えー。地元の和歌山公園で初公開だったので非常に心に残ってますって書いてますね。ああ。 感度の匂いですね。はい。はい、じゃ聞いてもらいましょう宮野さんからのリクエストモモイルクローバー Z でご運ですモモイルクローバー Z でご運聞いていただいております和歌山県からこの時間聞いてこうやってリクエスト早く寝ろこれやろう <laughs> <laughs> なんでビートたけしさんが出てくるんですか <laughs> ビートたけしさんオーレート <laughs> 多局でございますね。はい。まあ元々なんだって T P G ご出身ですから。誰が T P G ですか。ゴーミーティもあれですよ。竹島に出てるんですからね。あそっか。北野組に。そうですよね。そうですよ。俺じゃないよ。ジャドさんだ。ジャドさん。銀河スタジオでね、入門テストも受けられたという話をよく知ってますね。ええ、聞いて僕聞いてましたもん当時。本当ですか。リスナーとして不思議なもんです。さてラジオネームゼロ三ワッツさんですね。一番心が動かされた試合は柴田対石井戦です。 あそこまでお互いの意地を出し合う試合はそうそうお目にかかることはできないと思います。明日のことなんて一切考えず、ただただ相手に勝つことしか考えてないということがひしひしと伝わってきて、本当に涙が出ました。余談ですが、昨年のドームで一番心が動かされた試合も同じくネバーのタイトル戦、真壁対石井でした。ネバーの試合というか、石井選手の試合にはハズレが全くないですね。という風に書いてます。<ー>えー、キャプテンノアさんの意見聞きたいですね。もう命の削り合いの試合ですよ、あれは。 大丈夫ですか、でも本当に見てる方が心配なるぐらいの。いいな、削ってましたね。削ってますよね。はい、あの実際石井選手っていうのは、試合終わった後、どんな感じなんですか。キャプテンノアさん。でも、ふらふらなってますよね。はい、って言ってましたよ、ジャドーさんが。ジャドーさんが。はい。ああ。結構終わった後、飲みに行ったりとかするんですかね。ジャドーさんは。キャプテンノアさんの知る限り。あ、飲みに行ってましたね。あの日も。あの日は、多分行って、多分行って、多分行ってんじゃないですか、ね。行ってる?。あ、行ってないのかな。わかんないです。 あんだけやって飲めるってすごいですね。いや、でも昭和のレスラー、引いてますよ。最近、あの、昭和の匂いのする人っていうのが減ってきてますけど。いないですね。数の体が、あの、洗練されてるとか。現代風じゃないですか。昔みたいに。はい。お相撲さんあがりみたいな人に、あんまりいないですよね。いわゆる、こう、なんですか。ドラム缶体型という。はい。いないですよね。キングハクみたいな体型いないですよね。ないですね。 そういう意味で言うとキングハクの流れを継いでるのはある意味石井さんもついてないんじゃないですかねついてますねねえ天竜さんの流れを継いでるんですよそうだ俺の流れをついてる石井ねえよおできたきたきた石井しかいないんだよそもだの気はないいいところで来ました今今のは良かった来るべきところで来てくれました来ましたか来ました来ました今のはナイスです本当にそうですよね天竜さんも結構嬉しいんじゃないですかやっぱり今の活躍何ちゅうかね 俺の最後の弟者から石井は感無量だよもうね喋りながらね手がずっと動いてるんですよ天竜さんのこうなっちゃうんですよね右手が右手がなっちゃうんですよ実際やりますもんねあの人天竜さんってこうなんていうんですかね手のひらをこうね内側から外側に向けてやりますよねあの手の動きは癖なんですかねあれ癖じゃないですかねええとにかく石井選手の知らには外れがないこういう方も多いと思います それからもう一ついきましょうか神奈川県にお住まいですラジオネームジュリーさんからですね清野さんキャプテンノア選手こんばんはあけましておめでとうございますおめでとうございますさてレッスルキングダムはテレビ朝日でちょこっとしか見てないので感動したシーンはないのですがえなんすかこれなんすかこれ桃色クローバー Z の曲のリクエストならありますっていうああ<ー>プロレスの方じゃないっていう、はい、こういう方もいらっしゃるんですねえっ、ー、と走れですと、えー、今年1年走るぞという意味それから えー、この曲を作曲した道友さんが私の大好きなキッカワユウさんの曲を数多く作ってるからですということでいただきました。はい。ただし一番最後にキャプテンノア選手喋りがすごくいいですねって<お>書いてますよ。そうっすか。はい。<laughs> <laughs> ちょっと気持ちが今グラッと来たし、はい。ましたね。じゃあ曲行きましょうか。リクエストお答えしましょう。曲かけすぎじゃないですか。大丈夫ですか。かけるのやめます。いやもうここまで言っちゃったかけなきゃダメじゃないですか。<laughs> じゃあジュリーさんからのリクエストをお答えしましょう。桃色クローバー Z これ六人じゃない方、Z じゃない方のバージョンで走れ。桃色クローバーバージョンで走れお届けいたしました。やっぱりこうつい聞くとサリーも振りたくなるんじゃないですか。振りたくなりますね。条件は走,走りたくなりますね。ああもうね、はい、走ってもいいんだよ。走れっていうぐらいですからね。ですね。はいえー さあええー、といった感じで今日はですねレッスルキングダム東京ドームで一番心が動かされた瞬間をテーマにメールを募集しています第0試合から第9試合まであるいは試合以外のところでも大丈夫です誰々の入場が良かったとかねあるいはこういうグッズ買ったとかそういうのでも結構ですので送ってくださった方の中から1名様に T シャツ。 キャプテンの T シャツをプレゼントしております。ものの不の方はリクエストもどんどんしてください。メールアドレスは nwa.jorf.co.jpnwa.jorf.co.jp までもう裏番組テレビの方ではももクロちゃんが始まってるんでね、どうなんでしょうね、この辺りね。じゃちょっとももクロの話しましょうか。じゃあ,、はい、あの入場も 試合の時もあとお姫様抱っこの時もやっぱ面白かったんです楽しかったらしいんですけどそれにも増してやっぱり楽しかったのがもかと一緒にカレー食ったことらしいですよあ始まる前にはいケータリングでおお新日本プロレスのケータリングでカレーなんですかいや東京ドームのケータリングですねああ売店の売店まあ売店というか選手専用なんですけどねはいラーメンとかカレーとかサンドイッチとかホットドッグとか フルーツ盛りとかいろいろあるんですけど一緒にカレー食ったらしいですよそれはちょっとねテンション上がるというかテンション上がってたらしいですねはい。あのやっぱり出番どいつ頃食べたんですか割と早時間に食べたんですか割とそうですね桃子が東京ドーム入りしてじゃご飯食べに行こうよって話になったみたいですけどねで川上さんなんかも一緒にですねみんなでちょっとそれはなかなかテンション打ち合わせを兼ねて兼ねてはい。でもちょっと緊張もしつつみたいな 緊張そんなしてなかったですね同じその食堂には他に選手いたんですかね選手そん時いなかったですねまだはい。有安さんはでもプロレスを間近でご覧になって、ね、なんて言ってました終わった後は楽しかったっつってましたねそれだけですか一言はい。それだけですかジャドルさんおめでとうっつってましたね緊張したとか怖かったとかそういうあ怖いとか全然何も言ってなかったですねはい。ね、その前までは怖いとか言ってたんですけどね、えー 私プロレス全然見たことないんですみたいなこと言ってて、ええ、サッカー好きだって言ってましたよそうなんですか、はい、はあ有吉さんも結構プロレス絡む瞬間多いんですけどまあニックネームが小さな巨人ですからねそうですよそういえばグランハマダさん来なかったですね来ないです、ね、来たらまあたまんないですよ <laughs> いや僕は小さな巨人対決があるのかなと思ったんですけどあ,あそこまではちょっとブッキングできなかったみたいですねですかはい,いちょっと来年あたり期待したいですけどね小さな巨人ですかはい OB だし <laughs> あ,あ,まあ、ありっちゃありですねありっちゃありだと思うんですけどね、はい、どれぐらいお客さんのこうね脇があるのかっていうのも気になるじゃないですか知ってますかねでもグラン・ハマラさんをまあでも今の40代はまず知ってるでしょうねそうですね,ですね今のでも新しいファンの人たちはあんま知らないんじゃないですかね、まあ、20代10代確かに、はい、あのキャプテンノアさんは例えばそのニュージャパン乱暴ンにこう呼んだりするレスラーでこういう人呼んだらいいんじゃないかとかそういう,こう希望はあったりするんですか こいつを入れたら面白いなとかういういやもう今回の白さんがやっぱり良かったですね、はあ、キングハクですよあれって選手からプリンストンがですよそうですよねキングハクプリンストンがですよミングっていうリングネームがあ,あ,ありましたね。どあり<ー>ましたね WCW でそう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 ,そういやだからあれですよその選手側から、はい、あの人いいんじゃないみたいなそういう推薦みたいなできないですかまあできるんじゃないですかねおっちょんなんかいい人いれば逆にリクエスト聞いてみたい でもまあ僕に言われても困るんですけどねそれキャプテンノアはそんな権限ないんですか権限ないですいやキャプテンノアからジャドさんに伝えればいいんじゃないですか、ね、あでもジャドさんもそんな権限あるんですかねああでも選手の一人としてああ,じゃあそういう意味ではいいんじゃないですかねねえ、はい、いやちょっと呼んでほしい人ねまだまだいっぱいいると思うんですよねそうですね石、うん、石川川ささんんとかかいいいじゃないですか <laughs> 石川隆さんもなんだかんだ言って東京ドームで社員やってますからねそうですよ藤並さんとシングルマッチで確かセミファイナルですスモールアリアットですよそうですよスモーピオンですよスモーピオンデスロックですよスモーピオンデスロックですよスモールパッケージホールドです強引ですよねスモールパッケージホールドって強引ですよね強引にも程があるねえ石川隆さんとなんか思い出ってあります ででで一一すす緒ねいやなんかあの大仏みたいなところに心があるなってそれぐらいですね思い出つったらでもあの当時めちゃめちゃちょっと老けて見えましたけど多分あの時の石川隆さんの年齢をすでにもう全然超えてますよねでも今のキャプテンノアさんとか邪道さんの方が全然若いですよねあの当時の石川さんってやばかったですよね タイツと、まあ、体型と、はい、後ろ髪とやっぱりあれジャンボお酒みたいなそう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 、ね、ああいうヘアスタイルの方も今ちょっと少なくない昔のテリーさんあんなでしてでもあ<ー>誰がジャンボお酒へ突然降りてきました <laughs> えー、そんな感じでちょっとお待ちしてもあメッセージいきましょうかメッセージ杉並区にお住まいの38歳のラジオネーム東京の友和さんです レッスルキングダムで一番心が動かされた瞬間は、棚橋選手の筋肉が過去最高に仕上がっていたことです。岡田選手に絶対勝つという棚橋選手の心の声が聞こえてくるようで、思わず見た瞬間、涙が出そうになりました。負けてしまった棚橋選手はショックで、燃え尽き症候群にならなければいいなと思っていますと。 やっぱり選手もあれですよね。ドームの時はちょっと特別な仕上げ方してきません。まあそういう人もいるでしょうね。ああうはい。だってコスチュームも昨日新しくなってましたし。見てますね。それああ。まあ聞いたんですけど新しくなってます。<laughs> 本人から聞いた。<laughs> あ、そうなんですか。はい。やっぱりドームから結構ね、そういう気合い入れてくる人多いじゃないですか。そう。まあ新年の初めっていうのとやっぱり日本最大のビッグマッチですからね。はい。でも田名さんの筋肉に象徴されるようにやっぱり今はもうちょっとマッスル化が ちょっと今進んでるんじゃないですかまあそうですね昔に比べてこうアスリート化してますよねヤングライオンのね田中選手駒選手昔のプロレスラーは腹いっぱい食って、うん、飲んで、うん、れガンガン練習しようって感じだったんですけどね、はい、今は食事制限から始まってみたいな感じですからね、うんうん、それ別にしろって言ってるわけなんですかまあ言ってないいじじゃででですすかか本人人のの自覚の問題じゃないですかねどう新新ししししく新人も入団しましたし 今後石川隆的な体型の人はもう出てこないですかね出てこないでしょ <laughs> <laughs> 怒られますよ石川さんに <laughs> いや欲しいああいう人が欲しいっていう意味でね大熊さん大隈本人さん的な、はい、極道コンビ的ないないですかね出ないですかね寂しいもんですねでもやっぱね絶滅危惧種というかねいなくでマイケルエレガンとかあんな感じじゃないですか昭和っぽいじゃないですか体型あ言われてみればそうですよねちょっと鶴見五郎的なねはい。 体型は。いやだ。タイツか。あのなんていうんですか、ショルダー型で。あれでヒゲ伸ばしたらツルミゴロ。ツルミゴになりますね。い。いかもしれない。いいですね。ねえ。はい。ツルミゴロ早すぎたオープンフィンガーグローブね。誰も知らないです。僕ぐらいしか知らないじゃないですか。バックブローやってどうするんですか。そう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 。次そっちの方に行っちゃいますが、広島県から来ましたメール。広島から聞いてるんですか。はい。すごいですね。 キヨノさん、キャプテンノア先生、スタッフの皆さん、こんばんは。広島県から失礼します。プロレスのことはまだまだ新参者です。どうぞよろしくお願いします。というラジオネームロックンロール魂さん。ロックンロール魂。はい。キャプテンノア先生の今日の名言、ものの腐になるのは理由はいらないんだよです。かっこいい名言です。最高です。絶対に T シャツプレゼント欲しい。この T シャツを着て試合観戦したいです。ああ<ー>、はい。多分もらえないと思いますけど。はい。 はい、ダメですかもう絶賛してますけど本当ですかはいあんまりピンときてないですあんまピンってこいとこなかったですみません残念ながらまあでもリクエストにお答えしましょうかリクエストはバイオニックチェリーいただいてます、ね、ああズッキンズッキンですねこれもライブで必ず盛り上がる曲ですね、はい、お好きですかいやでもあれですよライブで盛り上がない曲なんかないっすよ確かに全部盛り上がるとはい でも今あのしおりみたいにとととビンとしようか思僕飛んでくるかと思って一瞬ちょっとドキッとしましたが、えー、じゃあお届けしましょう広島からリクエストいただきましたロックンロール魂さんから「桃色クローバー Z バイオニックチェリー」「桃色クローバー Z」でバイオニックチェリーをお届けしておりますもうラジオの前で盛り上がっていらっしゃる方大勢いらっしゃるかと思います。 さあといった感じで今日はですね東京ドーム大会を振り返ってお届けしてきたわけなんですけどもやっぱり皆さんねはこう評価高いのは後ろ三つ大ゼロ試合ですかいやいや大ゼロ試合は一枚も来てませんよ来てないですか来てなかったですね失礼な話ですね本当にどういうことなんでしょうかね帰りますよ俺あらまあもうもうそろそろ帰る時間あもうですかあと三分ちょっとで番組終わりなんですけどねえどうどうですか今日ちょっと振り返ってみてそうですねはいあの これからの人生の肥やしになる番組でした。はい、ああありがとうございます。でもね、はい、そのノアさんに聞くのもなんですけど、はい、ジャドーさんはすごくモモクロのことが好きで、はい、でもうその東京ドーム大会の入場でモモクロと一緒に入場するっていうのやったじゃないですか。はい、これもう到達したんじゃないですか。ある意味大気圏突破したかもしれないですね。突破して行くとこ行っちゃった気がするんですか。K2、はい、の頂上登ったかもしれないですね。登りましたよ。登り詰めましたよ。もうやることないですかね。どうしますこれ。 いやでも約束したんですよ何をですか控え室でももかとフレンチトーストとクッキー焼いてくれるっていうのを邪道さんのためにそうですはいはいはいそれぐらいですねあとはそれはもう個人的にクッキーは私すごい自信あるんですって言ってたんですよクッキーだけは大丈夫なんですかねそれ味の方はいや自信あるらしいですそれをくれるっていうんではい それ待ってます。じゃあそれが今勝利のニュージャパンランモで優勝したご褒美です。あれでも去年確かに優勝した永田選手はインターコンジに挑戦っていうのがあったじゃないですか。今年どうなんですか蛇道さんは今年だからそれですよ。それでいいんですか。モンのエイタクッキーとフレンチトースト。リング上全然リンクしてませんが大丈夫なんですか。あ全然関係ないです。関係ない。そうですか。じゃあ蛇道さんの車しばらく新日本プロレスでは今年はどうなんですか見れるんですかわかんないですね。わかんない。はい。そうですまあ去年も6月のワンシリーズ出たんで。はいはい。 今年もももあるかかししれれななないいいでですすね、はい、その頃にはもうニュージャパン,ランボンのことは皆さんちょっとね、えー、とその得点ということは全く関係なくと、はい、いうことなんですね。じゃあね、えー、そろそろ T シャツの当選者発表したいと思いますけども今日はキャプテンの T シャツプレゼントしていただきましたけども1名当選者どうしますラジオネームトゲオアガマさんが今のところ優勢だというそ,そ,のその人ですね。ですかはい、はい、決定でございますおめでとうございますおめでとうはい 野党さんに向かってねえ。サイリウムを振ってくれたという方、この方が当選でございます、えー、といった形でお届けしてまいりました。今日はキャプテンノアさんと色々と。まあ東京ドーム大会を振り返って、そしてまもめるクローバー z のねことなんかもお話ししてきましたが、まあ本当にあの大絶賛の東京ドーム大会を成功させましたから、シニオンプロレス。今年はちょっとますます勢いのできそうですね。ますます大躍進じゃないですかね。ね<え>はい、この勢いはちょっと止まらないですよ。止まらないはい。 ヤザー駅じゃないですけど止まらないですよ止まらないハーハーできますか、はい、キャプテン・ノアさんにはノアのことも聞いておいていいですかね今年のノアはどんな感じになりそうですかいやノアも止まらないんじゃないですか、うん、あの去年の大竹で大成功しましたしはい、はい、今年はさらに上のステップ行くんじゃないですかねじゃあキャプテン・ノア選手の活躍も期待しておりますはいお願いしますはいといった形で今夜のゲストはキャプテン・ノア選手でしたどうもありがとうございましたありがとうございました